ヤホーヤーございます、こんにちは。ハピネスイズヒアが始まりまして、久しぶりに見てますけど、トモローランドテラスで、はい、ちょっ邪魔、お前邪魔、イースターのスペシャルセット買ってきました。ちなみに今日ぼっちです。ぼっちなんですけど、疲れました、めっちゃ疲れた。何が疲れたかというと、今何時か中東2時20分こいつを買うのに並び始めたのが、1時半ぐらい1時間ぐらい並んでたんかマジかよ。あとでこうちょっと写真出ますけど、むっちゃこう混んでて、まあ、お昼時っちゅうのもあるんですけど、ということでちょっと喉乾いた、めっちゃ喉乾いた。今日久々にあんまり寝やんと始発できまして、ほとんど寝てます。いただきます。生き返った。ってことは改めて、むちゃ今ずしんってきた。イースターのスペシャルセットなんですけど、写真で見る限り相当でかいんですが、どうでしょう。せーの、だうわやーばー後悔してます。いやこれ写真で見たらさ、結構さ高さあったやん。これ絶対壊れると思ってたやん。これあんな高さでまともに安定してる方がおかしくね。まあ一応この紙袋くれてるんで、これを中に入れていきますけど、そもそも潰れとるつ。よし、じゃあついでにちょっと中見ていこうか。これパンはなんかふわふわのパンにトマトと卵とキャベツと牛肉、なんか肉がないよこれ。茶色、むっちゃ茶色。これ無理やんなこれ絶対無理やな、これ絶対無理やな。よいしょ、これをこれちょっとキャベツむちゃくちゃやん。レタスか。よいしょ。これ肉ってあれか、竜田揚げで下になんか卵が挟んである。お腹に入れます。よし、OK。じゃあこれで、よし、これでいただきます。何これ、味噌？なんか味噌的な味がする。美味しい。口の周りに味噌がいっぱいつくけど、でも美味しい。味噌っつっても味噌？ちょっと待ってな、見ようか見た方が早い。本当はステラルーのやつ食べようかなとか思ったんやけど、ステラルー7月までやってんねんな。これが6月14日までやったらこっちの方が急ぐやん。だから早食べとこうと思いまして、これよいしょ、ほいスペシャルセット、エッグ&チキン竜田揚げサンド。ソースのことは書いてへんやんけ。書いてへんがね。でもなんか味噌っぽい。味噌でもソースなんか味噌うん、やっぱ味噌やで。もう美味しい。これはええわ。卵黄身ということで、最後の一口いただきます。お腹いっぱいや。味噌、多分味噌やと思うねんけど、全然僕あんま味噌、こういうのに味噌入ってるのあんま好きちゃうねんけど、そんな僕でも食べれるぐらいな味噌風味やから、全然美味しいです。おすすめです。ポテトで、これ、まあ、どこで食べてるかっつったら、なんかステージのところだから、これ立ち食い席でもなんでもなくて、ステージのところに強引に食べてる。座るとこないねん。はい、というわけでいただきました。美味しかったですおやすみなさい。ちゃうバイナラー。もうすぐ右見に来るからハピネス見ていきます。